聴者の皆さん、こんにちは。目指せアリ博士チャンネルです。今日も元気にアリの観察をしていきたいと思います。今日のお題は、生き餌が苦手な方必見、飼育下の梅松尾アリに鰹節を与えた結果という動画です。梅松尾アリは飼育されている方が多いアリです。アリが繁殖するためには肉餌が必要なのですが、虫の生き餌が苦手な方も多いのではないでしょうか。今日はそんな方にぜひ見てほしい動画になります。この動画では、梅松尾アリの肉餌として鰹節が使えるのか検証していきたいと思います。餌場に鰹節を撒いてみましたが、なかなか食いつきません。果たして梅松尾アリは鰹節を食べないのでしょうか。アリは餌を認識するまで時間がかかる時がありますので、じっくり観察していきましょう。マイナーワーカーが食いつきましたね。少し時間はかかりましたが、餌として認識してくれたようです。梅松尾アリには体の小さなマイナーワーカーと体の大きなメジャーワーカーがいるのですが、よく観察していると、マイナーワーカーが狩りをし、メジャーワーカーが養分の貯蔵する役割を担っているように思います。餌場から巣の方に鰹節を持ち込んでいるマイナーワーカーがいました。ここには新女王がいますので、新女王などに食べさせるのでしょうね。メインの巣の方にも鰹節は持ち込まれていました。持ち込む瞬間は撮影できませんでしたが、マイナーワーカーが運び込んでいました。メインの巣には女王アリもいて、卵や幼虫、サナギなどがたくさんあります。今回の動画、いかがだったでしょうか。梅松尾アリは肉餌として、鰹節を食べるようです。飼育下でも問題なく食べましたので、生き餌が苦手な方は、鰹節を餌として与えると、良いのではないかと思います。他にもこんな餌がおすすめですよというのがありましたら、ぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をお願いします。